スイス航空306便墜落事故とは、1963年9月4日、スイスで発生した墜落事故である。この事故では、スイスのある村の住民が多く巻き込まれたことが大きな悲劇とされた。同景気のカラベルこの日、スイスのチューリッヒを出発し、ジュネーブを経由し、イタリア・ローマに向かうスイス航空306便がチューリッヒ空港を離陸しようとしていた。 午前6時4分に出発したが、当時空港はノームであったため、ジェットエンジンの排気で霧を吹き飛ばすために滑走路の半分から逆走し、滑走路の端に向かう許可を得た。午前6時13分に離陸したが、その直後に出火。午前6時20分に高度2700メートルから降下し、チューリ非西南西、約25キロメートルに位置するドゥレネッシュ近郊に墜落した。この事故で、 乗員6名、乗客74名の合わせて80名全員が死亡した。また、事故の衝撃によって直径20メートル、深さ6メートルの陥没穴が出現し、近くの農家2軒も損傷した。事故機が墜落したのは、空中で火災が広がり、機体の電気系統、操縦系統が損傷し、多くの部材が脱落して操縦不能に陥ったためであった。 離陸した滑走路でバラバラになった左主翼の第4ホイールが発見され、一連の火災原因は次のように推測された。地上走行中にパイロットが意図的にブレーキを多用したために、ブレーキが加熱し、離陸時に左出脚が炎上しており、第4ホイールが脱落した。発火していた車輪を格納したため、離陸直後に第3ホイールもパンクした。 このパンクの衝撃により燃料パイプが破損し、加熱部分から火災が発生し、電気系統、操縦系統、油圧系統、機体構造部を焼損した。そのため事故機は緊急事態を通報したが、すでに手遅れであった。事故機に搭乗していた乗客のうち43名は、スイスにある中ヒ州フンリコンムラの住民であった。 いずれもジュネーブ近郊の農場視察に向かうために登場していた。この村の当時の人口は217名であり、この事故で5分の1の住民を失ってしまった。また独身者2名を除いてすべて家庭では未成年の子供の保護者であったため、未成年39名が孤児になり、うち6人が養子にもらわれていった。また犠牲者の中には、 村の郵便局員と学校の管理者などに加え村の議員全員が含まれていたため村の機能に重大な損失を被ることになった。なお10月26日と27日に新たな議員を決める村議会議員選挙が行われたが有権者は52名に過ぎなかった。また収穫期を迎えた村の農作業は農民がいなくなったためできなかったが 周辺の農村から集まったボランティアによって収穫が行われた。2005年現在人口は427名であるが、中立州の中でも最も人口の少ない村である。ありがとうございます。